ゲームス、プリンセスコネクトリダイブ。はい、どうも、いつきんです。今回はサンドバッグこと、トライロッカー、こちらの編成を紹介したいと思います。一応3突前提の編成になっているので、サポートとか、借りる前提の、3突編成になっています。で、まあ人気のモンスターなんで3突することはあまりないと思いますが、どのパーティーも、ダメージはかなり出てるので、まあどれかでも参考にしていただければなと思います。まず1と編成目は、ムイミとエリコ、あとは、シズルとシノブを入れたパーティーになります。前衛が3人だけなんですが、このパーティーでもかなりダメージが出ますね。でこのモンスター非常に殴りやすくて、正直1段目と2段目の違いがわからないんですけど、おそらく3段目、この範囲攻撃ミリオンバースト相当痛くなるので、まあ、おそらく3段目は不人気のモンスターに変わるんじゃないかなと思います。今回どのモンスターも殴りやすくて割と楽にクラウンバトルできてるんじゃないかなと思います。これね、魔法と物理同時に来るので相当痛いですね。魔法パーティーじゃ物理で死んでしまうんで、必然的に物理のパーティーで突するしかないと思うんですけど、かなり痛そうですね。でこのモンスター、攻撃ダウンのデバフとかがかかりやすいモンスターなんで、おそらくユイ、まあ、正月も含めユイあたりが使えるんじゃないかなと思いますが、まあ、その辺は3段目入り次第また動画で上げたいと思います。この時点で、もう300万超えてますね。これね、誠がもうすでにこの時点で死にそうなんで、確実に攻撃ダウンのデバフを入れないと間に合わないですね。あと誠は13にすると HP 吸収のステータスが上がるので、もしかしたらランクも13じゃないと死んじゃうっていう状況が出るかもしれません。まだドロップ2倍続いてるので、装備が足りてない人は集めるだけ集めといた方がいいかもしれません。はい、というわけで1パーティー目まず、430万ですね。エリコがダントツで170万出しますね。2パーティー目、こちらも、これはエリコをサポートで借りた形ですね。で、ジータと組まして、ユニオンバースの回数を1回増やすと。今回このマコト、エリコ、ジータこの並びだとですね、エリコのユニオンバーストが1回増えるので火力がかなり伸びる編成になっています。なのでこの3人組はどのモンスターに対しても使えるので、ぜひ他のモンスターでも試してみてください。非常に相性がいいんですね。で、ジータ自体もですね、火力が低いわけではないので、ユニオンバース結構ダメージが出るので、専用装備で一気に化けましたね。こうなってくるとクリスがちょっと伸びしろがなくなってきたので、ただのデバフ要因みたいになってるんですけど、ジータはこれからもレベルが上がるにつれて TP ブーストがどんどん増えていくので、まだまだ強くなる要素が秘められてますね。
誠のユニオンバースの回数も増えるので、デバフの効き具合ですね、非常に増えるんで、トライロッカーぐらいの物理防御力ならむしろ過剰なぐらいかかってますね。今ちょっとここ死にそうになるんですけど、ギリギリ耐えますね。クリティカルが出ちゃうと死んじゃうかもしれないんですが、おそらく相手クリティカル出してこないので、これが3段目だとおそらくエリコは耐えれるかちょっと怪しい。でこれで最後エリコがユニオンバーストを受けると、これがジータ入ってないとこれ最後が間に合わないですね。ここ香りを連打したんですけど、最後クリスもう一回打てたと思うので、さらにダメージは伸びます。一応今回は420万で、最後、3パーティー目ですね、これは、大江戸ニノンを使った編成になります。でただですね、これ大江戸ニノン、星5前提です。星5でも最後死んじゃうの でもし、ニノン持ってるけど星5じゃないとか、ニノン持ってないという方は魔法の、イリアとか使った魔法の編成でも300万ぐらいが出るので、そちらでもいいと思います。今回はあえて物理3編成で突っています。ね、ニノン相当優秀ですね。これトライロッカーなんで、物理防御は低いのでできてるんですけど、クリスの代わりになってくれるぐらいデバフを入れてくれるんで、かつ自分の火力もそんなに低くない。で行動速度を上げるこの影分身、これをですねめちゃくちゃ高い頻度で使うんで、もうほとんどデバフと影分身しかしてないんで、スキル回しはかなり強いキャラになりますね。限定じゃないので、おそらく引いてない方も多いと思うんですけど、これが限定キャラだったら間違いなく人権キャラと呼ばれていたであろう性能をしてます。ただね、今回リゼロのコラボがやっと発表されて5月31日来るらしいので、石を温存しておいた方がいいと思うので、あまり引くのはおすすめできませんが、あとニノンおそらく3段目で使えるかと、ちょっと防御力が低いので怪しいんで、1段目2段目のために引くかどうかちょっと悩みどころです。そのあたりも、3段目の敵が出てきたら、ニノンが使えるかどうか試してみたいんですが、でここでですね死ぬ場合もあるんですけど、今回は一応耐えてますね。ただ次の攻撃でここで死んじゃいます。最後まで死なないと400万近く来るんですけど、だいたい最後の方誠とニノン落ちちゃうので、それでも350、370ぐらいまでいくのかな、だいたい350ぐらいは、出る編成になってます。なのでこれで合計1200万ぐらいは、出る編成になってます。